なんか船に戻ってきた。と、デッキで合流。何階だろう。水にどう対処できるか。インスタントマターってなんだ。海がおる、あるかな。実験っつうか動物実験みたい。プールでも作っていただいたら、シャワールームにでも連れてったれば。でもさ、今はです。普通にフィールドで水なんて大量にあったけど、あ、違うのかも。あれって水に入ったと判断された瞬間にアバターの位置切り替えてるから、水耐性あるというわけではないのか。いいじゃん、かわいいじゃんね、角。あ、そうなんだ。軽量プラスチックとかそういうやつかな。インスタントマターっていうのがまあ素材なんだね。この軽くて頑丈ではない。まあ、なるほどなるほど。全部そう、同じ素材だから耐えられるよねって言ってもね。そりゃそうだね。現実と同じにしなくていいんだもんな。確かに。だったんだこれ。そうだよ、だってなんだここの章は。いまだに不安だよ。だってあの金髪のリーダーどうなったのか分かんないんだもん。お前はなんかあの人を助けてやるよ。なるほどね。それもあり。なんだっけ、なんとかワールド、今、アバターが住んでるあのワールド、存在できない空間があるんだから、そこに転送すればいいんじゃないの？ AI たちを。貨物船は二の舞だ。誰の夢？
この船は何なん？この船は何なん？なんであのメガネ君はなんかいい感じに協力というか、ここにかくまってもらうとかそんなんじゃダメなのかな。ちょっと待ってよ、人がここに来られたら困るんじゃない？他の人が今はね。ストーリーをもう一回読み直したいな。その最初になんでこの船にいたんだっけを忘れちゃってるわ。この空間にいるはずのアバターがなぜあそこにいたんだっけ。ダイレクトリンク、そうなんだよ。金髪どこ行った？旅の記録、ストーリー、これなかったっけ？これか。何も、他の人はゲームの整備スタッフを務める。ああ、じゃあやっぱりレアがこの船にいることがもうやっぱ変なんだよね。来ちゃいけない人がいるっていう状況から始まっちゃった。信じ切っていいのかね、こいつ。信じるしかないんだけど、客信じ切っていいのかな。青いアバター、実はなんだね。いやー、サトシでしょ。整備スタッフの貨物船の船長。ここが飛んでるのがちょっと変だね。変だよね。そんなわけないのにね。過去編に出てくる重要人物なんじゃないの？静かとか。静か出てきたねもんね、こうね。じゃあ、多分そうなんだな。シュナイダー、どうなっちゃった？まあ、ワープ。じゃあ。ギルドで会いましょうっつってたから。どこここだっけ。違うよね。ここだよね。買い物してもよかったけどな。
レイドの真っ最中に抜けたっつか、何真っ最中に吹っ飛ばされたんでしょ、あの変なとこに。マジ？こいつ何なんだ？さすが強い、強強プレイヤーさんだ。自力で何とかできた？あのところの記憶消えんでるのかな？消えてるっぽいな。彼がエボタ？全員エボタ？じゃあやっぱあそこを AI の島にしようぜ。そんなことある？どうすりゃいいんだ。ギルドは組みたいわ。ここじゃない、どこだこれ。ギルドは組みたいわ。ここどこ。まあ無理なんだろうな。オフライン、ちょっと待とう。他のメンバーいねえの。ダメなのね。ああ、なんでだよ。そこは行けよ。そこは行っとけよ。一人旅か。オータムホールの北。オータムホールの北。それはそれとしてよ。ここ行けんの今。ここ戻れちゃうの俺。いや、進行不可って書いてある。ここ戻れたらやばいもんな。さすがに。どうしよっかな。まあ、道場行く？気にはなってんだよ。なんかやれるかどうかは分かんないけど、ここの道場がどうでしたっけ。ってことはここなのか。インフォハブか。炎と氷を持ったらまたおいでって言ってた人がいたはずで、入れない。ここじゃない。これじゃない。ルーキーハーバーインフォハブ道場にいる彼を見つけ、え？ VRP トレーニングコース。
これの時間制限あったらきついな。あそこはこれできるか。いけない。微妙だ。なんだあれ、消えちゃうんだね。出りに行きゃいいんだ。これは難問だな。何むずくね。当たらずに向こうまで反射させようねっていうのはきつそうな方やね。これでいけるのか。むずい。もうミスってます。やり直ししたい。落ち着けばこれ大丈夫だったな。やり直し。これずっと待ってるんじゃない。次は10秒以内って言われるもんな。はぁ、言われてないなら焦らなくてよかった。ミスった瞬間やり直しにしてくんねえかな。
んと、ターゲットどっちだ。こっちか。最初にやったやつと同じじゃない？ってことは次はあれじゃないですか、近接じゃないか。動く。邪魔。今のでいいのか。ダッシュであれば発動できる。これよく分かってないんだよ。攻撃中にダッシュすることで5回攻撃キャンセル。これを出したくないってことだよね。4回だけど、これ知らなかったわ。どういうこと？さ、結局ダッシュが入るので、ダッシュが入っちゃうので敵に突進するみたいな変な状況になるんだよ。それが難しくて、攻撃を30回以内15秒以内3回以上のダッシュキャンセル。何がダメだった？ダッシュキャンセルを使っていなかった。え、なんで？全然わからん。あれやばい。やっぱりやだな。敵に囲まれてる時にダッシュキャンセルを出そうとするのは鍛錬が必要だな。レベル2なんだ。トレーニングないじゃん。ちょっと待って。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。やめる。ギブ。全く同じじゃん。あれ？俺今何を取った？を得てた。装備を手に入れた気がするんだよ。得てないかも。いや、得てるのか。これ攻撃は落ちるが防御が増える。これはありなのかな。攻撃は27減る。攻撃が27減る武器を
装備するのは得なのか損なのか。まあ、買い物さ、買い物するならここじゃなくて次に村が出るならそこで買い物した方が良くない？なんか買い逃したものとか何、17分の5ってなんだ。ここにも防具屋あるんだよな。でもなんかここ砂漠だよね。今これを買いに来てもしゃあない感じしません？この辺に商人たちたくさんいたからなんかできるかもしんないけどって感じだな。バザールハウスが、そうそう、バザールハウスあるから。でもそれはあれなんよ、旅の記憶だっけ。ここで何が欲しいかば見れる、見れるけど、素材を手に入れてるわけでしょ、こうやって。それが最終的に この辺が欲しいのかな。なるほど、これを見た上でってことか。今私のレベル40ぐらいだから、この辺のやつはもう普通につけてても良いよねって感じなんだかな。カラカラのハト3セット竜が足りない。カラカラのハト3セット竜というのを生成できるならいいけど、逆検索できないのこれ。カラカラのハ3セット竜、あとサンセットデューを手に入れる手段がないな。戦闘で見つかるもんなのかこれは。そういうもんなのか。最初の村にアップデートして装備とか入るんだっけ、手に。結局今ここに行っても交換するものは別にねえよって感じだから、武器&バッカーショップ、寄るだけ寄るか。こことここ何が違うんだろう。寄るだけ寄るか、ありゃ買うし。この辺に7、まあ買えないな。高すぎんだけど。何これ、これの裏側に行けないと開かないのねが、未だ解決策わからず。裏口が見つかんねえって。
ていう状況だもんね、これ。裏口ねえ。まあ、ここはこれですわと。左の武器屋は？なんかそろそろ解放されてないエリア、解放されそうな気がするけど。安いね、いいね。ここじゃなかったっけ？この下だ。下か。防御は上がるけど、他が落ちるなぁ。綺麗に完全に上位互換みたいなやつあったら即買うんだけど、別にそんなことないな。こいつのミッションやってねえし。なんだ、なんか肉が見つかってねえんだよ。そう、今なら別に雑魚狩りいけるから、この辺の軽めのミッションをこなしちゃうのもありなんだが、探索がないなら行ってもいいんだけどね。いや、まあ次のエリア開けちゃう方がいいよな。オータムホールの北、ここが開くはず。開いてる。面白いギャグセンスしてるじゃねえか。続きは次回にしてやる。